こんにちは。晴れのブルーの鈴木貴博です。晴れの人 SKTV のね、鈴木貴博です。いやー、だいぶね、体調が良くなってきました。出すもの出して、で、例えばなんですが、新しいね、レストランの料理をね、 Uber Eats 注文して、じゃあ美味しくいただきましたとか、あとはあの生理現象的にもちゃんと出すもの出せた感じっていうのがあって、すっきりしてますとかね、そういう日頃の身近なね、そういうエクスペリエンスによって、まずはこの家の中からできるようになったっていうところが非常に大きいなっていうふうに単純に思いますね。ゴールデンウィーク中ということも、まあ、あるのかもしれませんけれども、3連チャンでね、このフィットネスジムカーブスっていう会館のフランが休まれてるということで、気持ち楽な時間帯、静かでのんびりとしていて、交通量が少なくてっていう感じでね、いいですね。僕もおばさんの声なんて別に聞かなくても別に困らないですし、まあ、僕の母親と同じで、別にどちらかというとね、まあ、あんまり気持ちいい感じの、まあ、そういう性質の、まあ、団体ではないですね。老人臭というものが、加齢臭というか、まあ、あんまり言いたくないですけども、まあ、あんまりね、あれですから。で、僕なんかが、まあ、この世代ということでまた32歳まで生きているので、やっぱりその加齢臭というものはまだまだなんですね。で、ですから、まあ、訳あってね、まあ、こういうふうにね、ずっとずっと、まあ、結婚もせず、まあ、一人でいるんですけれども、でも男性の場合はどうなんでしょうかね。親と子のその区別って本当にそこまではっきりするのか、ちょっと微妙ですけれども、まあ、それでも楽しいなって単純に思いますけれどもね。なんかまだこう妙というか、潜在のバブルというか、ああいうのがこう体の外にこうプカプカこう浮いているような感じで、独特のこう甘酸っぱいような匂いを発するっていうのは、まだ僕にもまだあるはずだと思っていたし、まだまだトイレ臭くなるような、そういうものや、タバコ臭さ、コーヒーのやに臭さみたいな、ああいうのとはまだ無縁ではなって思いたかったんで、はい、で、特にその仕事をしている方々っていうのが、まあ、例のね、総合学会の方が多いというふうなものを学校で教わっていたんで、あそこに染まるっていうのもちょっと変だよなと思っていたし、まあ、せいぜい持っても3年かなとかだしね、あとはそのまあ、つかず離れずでこうまた違うところに行って、またいいところにまた着くっていうね、ところかなと思うんですよね。で、まあ、お金をもらうっていうのはやっぱ大変なことで、どこの世界でも、まあ、簡単な作業にはなってくるんですけれども、そこのまあ、二
人間関係がなかなか厄介ですね、どこも。なんていうのかな、あんまりよろしくない人間関係が多くて、お互いのその信頼感っていうものとかがいまいちないですよね。なんかこういうふうに思っていたものが後でこうではなかったみたいな、そういうところのその統一感みたいなものが、まあ、あんまりないので、僕は汚いなーってちょっと思ってしまうのも筋ですね。で、ほら、身に覚えのないそのトラブルっていうのが多いじゃないですか。だから、そう、仮に僕がミスしたとしても、それは僕のせいではないし、なんか、不当なそういう扱いっていうのが嫌だなって単純に思っちゃいますね。まあ、僕の生理現象がどうのこうのってどんなに言ったところで、僕はまあ、独り身なんで、その、親とは違ってですね、それでも別に病気になることはないし、別にそこは自由なはずだったんですけれども、そこについてああだこうだなんて言ってくる時点でまだあちら側に不備があるから改善する方が望ましいし、まあその出すものっていうのはですね、そのよだれとかと同じで、まあ特に無害なものなんで、僕の場合はそのさりげそれが出せなかったとしてもですね、別にここに何も問題は起こらないはずですし、そのだからそこについてどうのこうなんて言ったらね、何も意味がないことになってしまうから、単純にその世の中でいうところのその信用縁の人たちの批判っていうのは、そもそもそれ自体が機能不全のあなた方の象徴なんではないかっていう感じがして仕方がないですね。その手違いによる何か被害額相当なものがあるので、なんかそういったものをね、なんかもうこれからの方々はですね、皆さんにこう恩恵として返していかなきゃいけないような感じが単純にするからこそね、何か、やっぱ不愉快ですね。女性とか男性についてもそうですけれども。変なことを言うと、病院入院したとしても間違ってるのは病院のスタッフ側で、その仕事として怒られたとしても、仕事中のお客様が悪いとか、あとはその上司が悪い、あとはその学校で勉強できなかったとしても、その勉強の内容が良くないとか、全部あちら側に悪い要因があることの方がどちらかというと多いんですね。だからその損害っていうのが大きすぎる分ですね、何か僕に対してなんかもうちょっと恩恵というものを返していかないと、まあ合わないんですよね、計算が。なんかぼったくりみたいになってしまってね、そこが単純に問題だよなと思うんだよね。野蛮人のその人たちのその動きっていうのが多すぎて、まあその美味しいものとかいいものが見えづらくなっているっていうところが一番気がかりであり、で特にフレーズっていうものになりやすい人たちなんで、まあ一番環境にも、まあ、悪そうなね、そんな匂いがしますけれどもね。でそのまあまあ障害者雇用で働くっていうのは、まあ、そういうことになっていくのかなって単純に思いますが、まあ手違いによって生まれた子供たちってかわいそうですよね。まあなんていうのかな、例えばですけど、こういう文字にもね、まあ、確かにあるんですけれどもね、このフォントってよく見てほしいんですよ。このアクエリアスとかスプライトのフォントとか、まあね、これね、
うまい字じゃないですよね、少なくとも。どう見ても、この時代は、よくない時代なんですよね、その、なんていうのかな、統合失調症のやばい人が書くような字なんですよ、これ。なんかこう、ぶわっとこう、なんていうのかな、イエス感のある、そういう雰囲気の時代じゃないですか、こういうの。他にもそのウーバーイーツのね、この文字もそうですけど、ちょっと威圧感がありますよね。で、これなんか何かのそのなんていうのかな、なんていうの、ゼロヘク思考のこう二分思考の人がこう書いたような字に見えてしょうがないんですよね。その僕が書くとどういう風になるかっていうとね、もうちょっと丸みを帯びていて、で、止め跳ね払いが優しくて、で、こう、可愛い感じの字になるんですよね。でもこれが、その仕事中のその人たちの書く文字っていうのは、ちょっとこう、荒くて、優しさがなくて、で、なんかこう、ぶわっとイエス感があって、なんか怖いんですよ、ずっと見てるとこれ。なんかそういうところからもこう野蛮人のそのどうのこうのっていうのが見え隠れするんですよね。随筋さんはプラスかマイナスかにこだわったりとか、その病気で何かあるかとか、そういう二分思考とかね、白か黒かとか、そういうところ、男性か女性かだけみたいな、そういうところとか、なんかそういうところっていうのが体の中でこうウイルスが増えて、それを排出して、ではそのウイルスが増えては排出するっていう、そういう動きのような感じでですね、その一方通行のその良さというものを見えない。多分青っていうのが、あの色自体が多分なかなかつかないのかなっていう感じの印象を持ったりしますね。